東西南北を北しちゃん。はい、ということで、今日はですね、こちら、バランス調整後のね、はい、ボムバルーンをね、使っていくんですけど、まあ、バルーンがね、なんかバランス調整で、下方か、まあ、リアクなのか、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、なんか運営がね、メンテナンスの時にバランス調整も ついでにやっちゃうみたいなね、アクシデントが起こったんかわかんないです。そのまま、なんかもうね、バランスシーズン終盤にバランス調整を行ってしまうっていうね、やらかしをしてるんですけど、今回ね、バルーンが、ダメージがね結構下がって、まあ、その代わり攻撃速度が上がったよみたいな感じ、結局 DPS は変わってないけど、まあそのバルーンってね、なんやろな、その一発で結構届くデッキだから、まあ、結構ね、まあこうボムバルとか下方なんじゃないかなっていうのはねちょっと感じております。でもその分、まあ、マスケがね強化されたんで、結構ね、まあ、僕個人的にマスケ強化された後ですね、意外とマスケやってくれますね。はい、1秒かかるだけで結構ね、あ、仕事するなっていう場面がね結構増えましたね。まああとはまあね、インフェがまあ情報されたから、まあ、ワンチャンボーバルじゃなくて IT バルーンでもいいんじゃないかなっていうのもありますね。まあそのロイホグがね下放されたんで、まあワンチャンロイホグの使用率も減るかもしれない。だからそれに加えて、まあインフェでもいいんじゃないかなっていう、インフェだとね、ロイホグはもうじゃ発狂なんですよ。だからまあロイホグいないんだったらもう IT 最強かもしれないですね。結構インフェね、まあやってくれますよ。でもそこまで強化っていうほどでもないですね。まあまあ使えるかなぐらいじゃないですかまあちょっとは範囲なんて使える範囲は視野が広がったみたいな感じじゃないですかね。さあ、吹き矢が出てきましたね。はいはいはい、枯渇ですね。まあちょっとね、なんかね、まあ使いづらさありますね。なんかそのでもなんていうの、そのなんか尖った感じですよね。昔はそのなんやろ、ちょっときつい相手でも、まあ、バルーンが一発入ればみたいな結構あったじゃないですか。でも今のバルーンやとその一発入っても結構弱いから、そのワンチャンスがないんですよねワンチャンスがないっていうのも、あーやばい、危ない、いやーめっちゃいいタイミングのスケルトン出した、いいっすね。でここは行ってますか、行ってあげますか。ここ何かわかんないですけど、多分ここら辺に、まあ、インフェか、まあ、ボムか、あー普通のこれあれっすね、多分、あれっすね多分、いやそうっすね、これちょっとまずいっすね、これちょっと怪しいっすね。うわー怪しい、それしかもめっちゃうまい、それうわうまい、あーやばい、あーレンソーレンソーラン、はいはい、非常に荒ぶっておりますと、非常に荒ぶってますと、やばい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 、まさかのアウプリアと思わんくてさ、いやだってスケバレ入っとったやん、スケバレ入って吹き入ってたらもうバレバレ枯渇やと思うやん。なんか朝やでもプリンされてたんか、アウプリアってやばい、めっちゃカウンター食らったんやけどやばいそうバルがね、こう前やったらね、ワンチャンこう一発入ったらマジでね、結構ね勝てる時もあるけど、今やとね一発入ってもね、まあ、そんな変わんないんですよね。だから結局そのバルーンが入る相手にはとことん勝てるようにはなる気がしますね。なんでかっていうとね、まあ入ると本当にね半端ない、マジでぶっ壊れですね、マジで入るとやばい、もうドンドンみたいなね、結構早いんで、まあまあやってくれますねその分ね。おお、なるほどなるほど、結構ねやってくれるんすよねあいつ。まあなんでそのよりね、相性いい相手にはめちゃくちゃ勝てるようになって、相性悪い相手にはちょっときつくなったんじゃないかなっていうのはちょっとね思いつつもありますね。もう2倍入るんでいってあげましょう。ここアウトローですね、そうですね。でここは、はい、ディガーでアウトローを処理してあげることによって、はい、これですね、到達からのもう一発入るんじゃない、はい、ぶっかれやったね、はい、そうですね。でもこれ倒れないのちょっと渋いですよね。まあ結構ねダメージがね下がってしまったなっていうのはやっぱ感じますよね。まあ今の多分ね本来ならまあ一発なところもありますけど、なんかあとね施設にめっちゃ弱いですね、めっちゃめっちゃ施設に弱い、ワンチャンさなんかもうバルーンクエイクみたいなクエイクホグ飛んで、あやばい、それ行かれるわ、ちょっと話が違う、マジでそれは話が違いますね。いやこれ生きてほしい、生きてほしい、生きてほしい、お前なら生きれる、オッケー。ここはバルーンじゃなくて、まあディガーユキで行きましょう。ほっ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 、いやーその残りだるすぎる、マジでその残りだるすぎる。でここはしっかり構えて寄ってこい、あ危ない危ないよ危ないよ、結構危なかった今で。ここは雪玉を残しつつの、はい、おー落ちてきた、うまい。でも生き玉がありますと、はい、5切ったからないで、よしよしよし、まあ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 、枯渇はしかも今の相性いいしな、相手アウトローと吹き矢しかなかったから、まあ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 あれですね、なんかそのやっぱり相性いい相手にはとことん勝てるようになってますね。あとはまあ僕個人的に思うのはレイジプラスのバルーンが強かったですね。生命っていうね、キョスケバルーン使いの方がいるんですけど、ランバープラスのランバーとかレイジプラスのバルーンが結構強いなっていう、レイジに乗ったバルーン本当にね、いや半端ないマジで、今まで以上にバルーンのあれをバコ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 入れてくんで、いやマジでね強いっすね本当に。レイジに乗ったバルーンはちょっとですね、高回転バルーン
ちょっとね怪しいかもしんないですね。さてはね、ちょっと怪しさはありますね。まあ最近本当にボンバル受けてますね。まあでもマスキがね結構ね、まあ仕事してくれるようになりましたね。まあなんでワンチャン IT バルーンかなみたいな、今シーズンワンチャン IT でもいいんじゃねっていうのはね、ちょっとね感じております。ワンチャンでも結構ねインフェね増えてましたよ、うん、結構上位でもねインフェ使ってる人増えてました。エデキ切ったんで、まあここ一旦行ってあげますか。一旦何か分かんないけど、まあ行ってあげて、まあワンチェステとか入ってる。おー、なるほど。クセツインよ、クセツインよ。グラチャレでこんな当たることないで。しかも7勝目やろ、7勝目でこんな。おほほ、おおおお、これはまずいぞ。わあははは、これやばいやばいやばい、これめっちゃ溜まっとる。あー、めちゃめちゃ溜まっとる。来るぞこれ、来るよ。わあははは、これはちょっと遅れてからのルリババで多分いけますね。そうですね、爆破もあるんでドカーンと。いやー、でもスケキンもね、やっぱね普通に強いんですよね。僕思うんですよね、スケキン普通に強いよなっていう。まあその使えるデッキがね限られますけど、プリンセスみたいにね、使えるデッキが限られる分、結構ねまあハマったら強いんですよね、あのスケキンもね。そう思ってます僕はね、うん、意外と強いですよねスケキンもね。で今エレキあるんで、ここは一旦ステイっといてあげて、うん。でさっキーは何で守ったっけ、あかん覚えてへん、やばい、喋りながらやとマジで手札把握が怪しい何やったっけ、何で守って、あそうアイスビーズだよ、そうアイスビーズプラススケブで守ってきたから、こうやって高めっすよ。高めじゃないとまずいんでね、これなんで高めかっていうと、これね低めにやってまうとスギキンのねワッファハハハ来た時に、あれなんですよね、こうタワーにねめっちゃ張り付いてくるんですよ。だからこう低めでねやってあげないとダメよっていうところですね。ダメよ、ダメダメ言うてね。で、うわ、これだる、めっちゃだる。これスケー、急しちゃうよ、これ。急しちゃう、これ。これ、急しあげて、はい、これね、バルーン差し込みに行きます。はい。これ結構急しちゃってるんですけど、ここでね、相手ね、きついんですよね。このマスケプラスの勝ちが結構きつくて、相手ね。はいはいはい。これはね、もう全部っぱっすね。さすがに、さすがに全部っぱ不可避っすね、これ。はい。よし、やれ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 えぐい。いやでもスケキンやってくると熱いな。いや待って、お前エレキ強すぎんか、さすがに、さすがに強すぎんかそれは。うん、ここははいやってあげつつの、よいしょ、でいくよ、さバーンバーンバーと。でアイスイズプラスのやから、多分アイスイズここら辺じゃエレキか、まあまあまあオッケーオッケー。エレキをとにかく処理したいですね。これ多分スケブが出てくるんで、そう、そのタイミングでファンってしてあげて、はいはいはい、いけいけ、マスケ、うー、え、爆破は下がってないよね、多分。爆破は下がってないから、多分ね。多分下がった。240やったもんね。今下がってない。多分下がってないですよ、爆破自体は。いやー、これ、こっち寄せつつの、で、まあ、あれは、ロリババで、急しますか。はい。よいしょ。で、ここも、スケブ読みでやってあげて、多分爆破取れば、もう、これは、勝ち確なのではな。マスケが射抜いて、さあ、これ GG ですね。まあ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 、なんかちょっとね、まあ施設にちょっと当たりたい感はありますねなんか施設に当たらないっていう、結構ね施設に対してね、まああのあれですね、あのワンコンで突破できないんで、まあなんかその分やっぱね、まあ弱さは感じますね、うん。昔やったらそのバーンでこう飛ばせるんやけど、その雪玉とか打ったらね、テスラとかボムタワーとかでもあの突破できたんですよ。でも今はね打っても突破できないんで、まあでもその分ね、バコンはね、バコンはちょっと待って待って待って、お前ショートホグやくないよお前、オッケーオッケーオッケー。いやね、そのなんていうの、そのね、あの2発目がさ結構早いからさ、まあ、結果的にあんまり変わらないっちゃ変わらないかもしれないですけど、まあそのタワーの援護を受けてしまうっていうのはあるかもしれないですね。だからあの相手が結構高めとか置いてきたら、まあその前っていうかあんまり変わんないんじゃないかなっていうのはちょっと否めないですね。2発目が結構早いんでね、さっき使っててあのテスラ枯渇で当たったんですけど、あのテスラね確かに1発目受けるんですけど、2発目めちゃくちゃ早くてすぐ解けたっていうねあったんで、まあ意外とでも迫撃とかに対してやったら逆にいいみたいなとこね、迫撃とかに対して逆にちょっとなんかよく強くなったんじゃないみたいな。これ2発で仕留めれたら結構熱いで、これ2発で仕留められる、怪しくないこれ、あ、いける、あ、でもそれやったらさ、それやったらさ迫撃に対しては結構情報じゃねっていう、わかります、ゆく言うてもよかった、いやわかります。昔やったらさ、こう迫撃ってさどっちにしろ2発で耐えてたんですよ。だからんでその分遅かったんですよね、攻撃が。だから迫撃に VS 迫撃に対しては結構ね、情報じゃねっていう、うん、迫撃に対しては結構ね、取れそうですね相性、うん。昔逆に迫撃側は下方と見ていいんじゃないかなっていうのはありますね。いやーこれだる、これはもう気をするしかない、これ気をしてあげて、はい、よいしょ。でうわ、その位置は嫌やぞ、いやそれなんか怪しいぞこれ、こういうコウモリの位置が怪しくて、
いやーでもこれ相手マスキギリ出せるか出せんか。あーにゃつえー、それつえー、2周目コウモリバカつえー、マジでやべえ、めっちゃ食らってもうた。いやでも俺の方が入ってるわ、オッケー、全然オッケー。じゃあうん、ここ多分相手ね、まあ、ホグ飛ばしてくるかな。俺やったら飛ばすかな、多分クエクスかね、おそらく。なんでここアイゴレから行ってあげて来るよ多分。んこうへんのかい。いや来るやろ絶対、絶対来るやろ。こうへんのかい、ここ来るぜ、ここ来るで、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 んこうへんのかい言うてな、こうへんのかい言うて、粗品さん風のね。あーこれはあのマスキ処したいですね、しっかりしっかり処していきたいですね。よいしょ。でうわーめっちゃ犬かれてる、うわめっちゃ犬かれてる、それめっちゃ犬かれてる、むーちゃん犬かれてる、むーちゃん犬かれてるますやん、それやばいてほんまに。でここ多分ホグ来ます、来ません、はい来ませんでした。ここはね、まあ、一旦置いといてあげて、であークエク、あークエクだよね。でここ相手あれなんで、あコウモリ来たぞ、あこれ2周だよね、そうそうそう。だからここは多分あいつに行くんで、よいしょ。でここやばい、マスケが、うん、マスケが怪しい、マスケが怪しいぞ、マスケが怪しい。雪玉切ってまうと、うわ雪玉、そうやな、雪玉入ってるから、でワンチャン入らん、入らん、あさすがにぶっかれバルーンまではいかへん。でここ多分マスケこの位置に出てくるから見ててくださいね。あ出てこないです、はい出てこないです、ごめんなさい、嘘つきました嘘つきました。いやーやばい、雪玉外してるこれ絶対、うわもう死ぬほど外してる、やばいこれ、待ってやらかしたマジで、終わったかもしれない、ガチで終わったかもしれない。この本来たやばいやばいやばい、マジでやばい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 、これでこれでオッケー、今ないよ、今ないよ、今ない、おいで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 、公平のかい、公平のかい、お前来いよお前、これ来いよお前、ほんまにえごめんすよお前、やばいこれこれやばい、あちょっとずれた、やばい、ちょっと待って、やばい、いやでもここは多分即エクってもロリババがあるから、オッケーオッケー。いやこれディガー削りでいけそうっすよ、なんかディガー削りな顔してますね。アイディアが迫撃立ってきたら立てるみたいな感じでいいんじゃないですかね、これは。そうっすね。でここはい、高め行ってあげて、うわーお前それは良くないで、それはちょっと良くなくて、コウモリ切って、はい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 、いいよ、コウモリ切ったから、はい、ここここら辺マスキの位置ここら辺出てきます。うーん違う、そこじゃないないない言うてね、うん、ちょっと早すぎた、スケラ、あスケスケの位置ね、多分できないですね。そうっすね。いやーこれでもさ、多分削りで勝てそう、ワンちゃん勝てそうっすねこれ。よいしょ、しっかり高めにやってあげて、いやもうこれ削っちゃおう、これ削った方がいいっすねこれ多分。はいはいヘイヘイ、あ逆サイ来る、これやばい、逆サイ来るよ絶対、来るよ来るよ来るよ。そうっすね、はい構えてあげて、はいロリババまで添えてあげて、ロリ添えつつの、あロリババがハゲてる、ハゲてるじゃない、ミステルミステル、ハゲてないよ、ハゲてはない、決してハゲてません。はい、これディガー削りっすね、これディガー削りしてあげて、多分後ろ好きっすねこれ。なんで、あいーボーンやってあげて、いやこれは勝った、削り勝ったんじゃないさすがに。そうですね、ここ高めの高めちゃんしてあげて、はい。んであとは雪玉を回してからの、あーどっこいしょ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 ー、ソーランソーラン言うてね、まあ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 ね、まあまあ最初のあの何発かでかかったな結構あれでダメある取れた、あとディガー削りが強かったですね、うん、まあ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 迫撃に対してやっぱね、まあ、2発で壊れるんで、迫撃に対しての情報じゃねっていうのはありますね、はいいやでも本当にそれは思う。でも他の施設に対してなんか大砲もなんかワンコンできないらしいですね、なんか気づいたら、なんか聞いたところに、俺大砲当たってないんですけど見てみるか、ダメージが640やろ、640の大砲が896 壊せませんね、はい壊せません、多分ミリ残るから、わからん、ミリぐらい残りそう、設置時間とあれでミリ残って、まあ生き玉打てば飛ばせるかなぐらいなんかな、わからないけど、うーんまあ僕がまあこのバルーンに対して思うのは、まあ高回転バルーンはちょっと厳しそうですね、なんかうん今まで以上ななんかやっぱあれはなさそうですね、うん情報ではなさそう。でもなんかレイジープラスなんかランバーレイジとかなんて、ボーラーバルーンとか、まあランバーバルーンとかそういう系のなんかレイジプラスとか、まあ大型プラスとかやったら、まあ、ワンチー情報かもしんないですね、ワンチーね、レイジとか結構乗ったらマジでバルーン死ぬほどバカボスコ入るんで、まあ、ワンチャンそういうね、なんていうこう高回転バルーンじゃなくて、大型プラスバルーンだったら、まあ、ワンチー情報なのかもしれんって言ったところですね、はい、ということで、まあ、この動画よかったらチャンネル登録、高評価とグッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次の動画で会いましょう、バイバーイ。